楽旅京都新聞 TV 今日のお話、楽中楽外楽を旅する楽旅若村亮です。今日のお話は花街で営まれる春の踊りについてお届けします。京都には五花街と申しまして、芸妓さん舞妓さんによっておもてなしの文化が伝えられる町が5つ残っています。八坂神社の門前町としてその歴史が始まった祇園後部、祇園東、宮川町、ポント町、そして北野天満宮の門前町として上七軒、この5つを一般的に京都の五花街と申します。この京都の五花街では約400年にわたっておもてなしの文化が伝えられています。そもそも花街とは、古く中国の唐の詩人がその歌の一節の中で、花と柳が美しい、花と柳で花柳、花柳の町を花柳街と申しまして、その花柳街を略して花の町と書いて花街というようになったと伝えられています。芸妓さん舞妓さんなど、その華やかな花街におきまして、毎年春や秋に歌舞会という踊りが営まれます。祇園後部では都踊りという、京に春を告げる踊りが営まれまして、その美しい歌舞会をご覧いただきまして、皆春の到来を心に抱くわけなんです。また祇園後部のお隣宮川町でも京踊りが営まれまして、物語を中心とした、また他の花街には見られない物語性の強い舞台が演じられまして、多くの人々に人気を博しています。祇園後部の都踊り、宮川町の京踊り、この4月に営まれます。どちらも春らしい鮮やかな衣装で芸妓さん舞妓さんが普段のその研鑽を重ねた技芸を皆様に披露されますので、ぜひじっくりとまた舞台の方をご覧いただきたいと思います。今日のお話は花街で営まれます春の踊りについてお届けをしました。